山添茂は日本の実業家。丸紅副会長や日本カザフスタン経済委員会会長、日本アゼルバイジャイ経済委員会副会長、日本トルクメニスタイ経済委員会副会長、経済同友会米州委員会委員長などを歴任した。新潟県西蒲原郡牧町生まれ、1978年、一橋大学経済学部卒業。 一橋大学体育会卓球部出身。卓球部の3年先輩に川田正也が2年先輩に川島文信がいた。大学卒業後は丸紅に入社し、電力インフラ建設事業に携わった。フィリピン駐在などを経て2005年電力プラント部門長補佐、海外電力プロジェクト第2部長。2006年からは執行役員電力部門長を務め、 ジャマイカパブリックサービスカンパニーの買収を行うなどした2009年常務執行役員2010年常務執行役員社長補佐機械グループ鑑賞役員東遊市委員会副委員長2010年取締役常務執行役員2012年取締役専務執行役員2015年取締役副社長執行役員 2016年代表取締役副社長、CSO、秘書部担当役員補佐、東、アジア総代表、東遊市委員会副委員長。2018年空席となっていた、取締役副会長に昇格。同年丸紅副会長、富士テック取締役、日本カザフスタン経済委員会会長、日本アゼルバイジャイ経済委員会副会長。 日本トルクメニスタイ経済委員会副会長、日本カザフスタン経済、官民合同協議会日本側副議長、2019年水ズキャピタルパートナーズ監査役、2020年マルベニパワーインフラシステムズ会長、このほか、経済同友会米州委員会委員長、東京交響楽団評議員、日本ミャンマー協会理事なども務めた。ありがとうございます。